メガネが反射するな、光がキラリーンってね。こっちの方に光源を置くといいんだけどね、窓からの光だけだからね。ん？あ、忘れてた。まあ演技入ったけど、まあいいや。明けましておめでとうございます。うぅ、びっくりしょ。去年の後半からね、ちょっとね、ダウンというかやる気なくなってね、パソコン全然触んなかったんだよね。お久しぶりっす。2014年になったのか。で、平成26になったらしいですね。今日は1月5日。もう三が日ってやつが終わったんだけど、明けましておめでとうございます。うん。お久しぶりのアップでした。終わりか。なんか面白くねえな。あと数十秒あるから、なんか話すか。去年ね、ツタヤでね、このブルーライトカットのメガネにつけるやつ買ったのよ。とりあえずね、ツタヤで売ってるこれね、すっごく石油臭い。後でレビューしようかなと思ってるけど、しないと思うけど、わかんないけどね。ブルーライトのこれ、すっごく石油臭いの。だから、ブルーライトで頭が痛くなるんじゃなくて、こいつの石油臭い匂いで頭痛くなってね。これ1300円ぐらいするんだけど、ツタヤで売ってたの。本とコーナーに、パソコンコーナーに、なんだ。僕ら、プラモデルとか、部品部品で売るような雑誌あるやん。あれみたく、でかい箱に入れて売ってあったの、1300円って。これはね、ブルーライト云々の前に石油臭い。安っぽすぎる。いまいちだね。だから何回も洗ったもん。お湯でつけたり、お湯の中に漬け込んでみたり、お湯ってぬるま湯ね。そしてやっと、マシになったかな。とにかく石油臭いの。これで頭痛くなったから、こう、つけてたらね、頭痛くなった。うん、そんだけの話。今日の今年の一発目は、これで、アップしよう。じゃあ。